京王線快適すぎん。え、違う、全部とか押さなきゃ、ガランガラン、あれガラン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 みたいな、京王線がスーッ。京王線本当に快適すぎて、え、もう爆睡してたろ。え、一回通り過ぎた。起きたら、え、死んで、八王子みたいな。え、てかさ、え、南大沢さ、都立大学じゃん。え、超羨ましくない？え、だってさ、都立大学に通ってる人ってさ、都立大学に通ってる人ってさ、毎回アウトレット行ってるとこでしょ、毎回登校するたびに。え、超悪くない？え、福利もらわなくない？え、めっちゃ羨ましいんだけど、え、ね、ロイ大学で法政大学の社会学部ってね、もう鬼森の中にあるのね、もう綾原っていう、もう、すごい、もう、ちっちゃい駅なのに、しかも、その、すっごいちっちゃくて、田舎の駅なのに、駅から20分とかバス乗んなくちゃいけなくて、え、もう本当に法政大学のダムキャンパス作った人、ほんと、頭出せ、頭出せ。説明してほしい、ほんとに。せっかく田舎に作るんだってね、駅前に作ってほしくないみたいな。え、今日アウトレット行ってたんだけど、まさかのロイめっちゃ嫌いでアウトレット行ってきたのに、これしか買ってない。2枚使いましたよ。3つ買ったんだけど、このパンツをシャーン、これ店員さんが床に落としたの、レジの直前で。レジ持ってます。お願いします。このパンツとシャーン、ピンク。え、待って、メッカーなんだけど、え、可愛くない？ほら、可愛い。これと青、これでちょっと信号機三兄弟みたいな感じでよくない？え、もうこの3つあったらもう今年の冬乗り切れるわと思って、超可愛くない？え、上何着てもさ可愛くない？え、待って、我ながら天才かもしれない、我ながら天才かもしれない、これは。これね、なんか今ね、こうリーバイス行ったら、なんかアウトレット、南大沢のアウトレット限定かわかんないんだけど、なんかその3着で1万1000円みたいな。え、もうどのアイテムでも3つだったら1万1000円って書いてあった。え、もうリーバイス、太っ腹すぎんみたいな。え、そう、買っちゃいました、秒で。え、てかさ、コーチも行ったの？コーチやるじゃん、高いブランドのところ。え、アウトレットでさ、鬼安いじゃん。え、なんか、コーチ行ったら、なんかあの、元の値はもちろん高いの。10万とかするの、バッグとか。え、もう高っと思ったんだけど、上見たら、50% って書いてあって、え、しかも、50% した金額から、さらに 30% って書いてて、え、ちょっと待って、どういうこと？みたいな。10万円ぐらいのやつだったら、3万とかなの。てか、コーチの、その、値段決めてる担当者の人、誰ですか？値段決めてる担当者の方さ、ちょっと体調悪いのかな？値段ばっくりすぎじゃない？ 50% した後 30% ってもう、コーチの看板捨てた方がいいんじゃないって思ってた。そんだけ安いや、コーチでも、まあ安いけども、高いじゃん。3万とかじゃん。なんかちょっとさすがにロイは買えませんね、人。いやー、ちょっと待って、ロイもうちょっと仕事頑張らないとやばい。ちょっと買いたかったんだけど、結局これしか買わなかった。なんかね、すごい何個か、ちょっと、あ、これいいかもってやつあったんだけど、なんかすごい、胸がドキドキする、そのなんかすごい、運命の品みたいなのがなくって、帰ってきちゃいました。ピエンドロッカーとすごいのすけ！こんな感じで私、今日買ってまいりました。ちょっと部屋汚いでーす。これから掃除したいと思います。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれた、好き。インスタグラム、ツイッターは、アリオバイ、アリオバイ、アンダーバー666です。お願いします。バイバーイ。